5日でございます。佐藤修一でございます。昨日ね、参加しました市民の声がね、地域医療をね、守るというシンポジウムについてね、ご報告したいと思いますけれどもね。府中市立ね、北市民病院、この独立行政法人会に、反対するね、裁判をね、戦われたのはね、黒木先生、秀直先生ね。本当にね、独立行政法人化で、ね、ぐーんとね、やっぱり病院縮小されるってことでね、これはいけんということでね、独法化、取り消しのね、裁判を起こされたんだけど、結局ね、却下をね、されてしまったということになります。まあ、どうしてこういうことになっちゃうかっていうとね、まあ、結論から申し上げますとね、やっぱりその、日本にはね、のね、医療法とか医師法はね、医療施設やね、医療従事者の取締り法規に過ぎないと。いうことですよ。だからね、裁判官もね、医療を受ける権利をね、求めるね、住民の訴えをね、却下してしまうということです。棄却してしまう。憲法25条ありますよ。いわゆる生活権を定めたね、健康で文化的でね、最低限の生活ね、だけどね、日本の裁判官っていうのはね、憲法判断は避けると。だからね、やはり法律を作る方がね、問題解決には手っ取り早いのではないかと、いうことであります。まあ、今日はね、また、朝目の区内に回ってまいりますので、ぜひね、皆さんもね、お会いできる、どこかね、お会いできる方はね、お会いいたしましょう。本当ね、まあ、府中市でだけじゃなくてね、上下町だけじゃなくてね、まあ、広島市内の医療もね、これ、湯崎さんのこの強硬なね、まあ、唐突な、病院再編でね、危なくなりかねない状況ありますんでね、ぜひね、お互い、広島の医療を守るために、医療を守るというかね、住民がね、しっかり、医療を、ね、受ける権利を守るためにね、頑張っていきましょう。それではね、皆さんまたどこかでお会いいたしましょう。よろしくお願いいたします。